はい、皆さんはじめまして、永田拓也と申します。まず、このチャンネルですね、永田拓也公式チャンネルという形で、これから動画配信させていただくんですけど、まずこの動画、このチャンネルの趣旨、どういう目的なのかというところと、あとはですね、僕の、自己紹介というのをこの1本目の動画でお話しできればなと思います。まず、この動画チャンネルの、目的なんですけど、まず僕自身がですね、2016年の10月にですね、マクドナルドの社員を退職しまして、で今現在はですね、個人事業主っていう形でですね、時間とお金と健康に縛られない生活っていうのを今過ごさせてもらってるんですけど、まあ、そこに至るまでの、考え方であったりとかですね、あとはどういうふうな行動をしていくか、まずやはりこの動画でお話しさせてもらうのは重要なので、一番は、考え方、マインドの面だと思いますので、そこをですね、どういうことを重要大切にして進めていってるかっていうのを動画を更新していてですね、皆さんに、共有させていただければなと思います。はい、次にですね、僕の自己紹介させていただくんですけど、まあ、このスライドに出てるように永田拓也と申します。で、今現状ですね、毎月のように海外旅行行ったりとかしてるんですけど、まずは本当に自由な生活を、過ごさせてもらってます。やはりマクドナルドで社員をしてた時っていうのはですね、時間、お金、そして健康もですね、正直、縛られているような生活でした。もともといたお店っていうのはですね、24時間営業のお店でしたので、まあ夜勤もあれば朝一からですね、時間帯もあり、本当にシフトっていうのはバラバラでして、であと給料面っていうところで見ますと、まあ、企業としては大企業なので、まあ、他の企業とか同い年の人たちに比べたらもらっていたかもしれませんが、ですがやはり会社員っていう限界がありますので、これをですね、月収が100万、200万、300万、もしくは1000万とかっていうような、そこまでいくっていうのはほぼほぼ不可能に近いんですので、まあ、そこは限度があるなっていう感じで、あとはですね、健康ですね、まあ、時間と共通してイコールになってくるんですけど、健康っていうところで、やはりそういった不規則な生活をしてますし、あとは、ひどい時は3食マクドナルドを食べていたという時もありました。やはり健康面というところもですね、なかなか、不健康な生活をしてました。なので時間、お金、健康というものを全てをですね、やはりマクドナルドで社員をしてた時っていうのは、ね、手に入れられていませんでした。むしろ、悪い方向に、日々進んでいってましたので、まあ、このままではダメだと思いまして、今の自分に至ってるんですけど、まずそこでですね、重要視したところっていうのが、まず自分のまず、願望っていうところをすごい、どういうものを求めてるのかっていうのをすごい考え直して、で自分が求めているものが本当は何なのかっていうのを見つめ直して、これがこれだっていうのを見つけたんですね。それが何かと言いますと、まず僕自身がですね、2016年までは、海外に行ったことがなかったんですね。今26歳なんで、24歳ですね、まで海外に行ったことなくて、で初めて海外に行ったんですけど、そこからですね、毎月海外旅行を行けるような生活をしたいっていう願望があったんですよ。でじゃあそれを叶えるには、会社員ではなかなか達成できないので、じゃあそういう自分の願望を達成するためにどういうふうな手段でお金を稼ぐのかっていうところを考えたときに、あ、この会社員ではダメだなと思い、退職して今現在に至るっていうところではあります。やはりまず考え方っていうところ、手段は正直いくらでもあると思います。稼ぐための手段ですね。なのでまずそこで重要視しないといけないのがマインド、考え方、そこを中心にですねやっていくことで成功していけると思います。まあこのチャンネルの目的っていうのをですね、改めましてお話しさせてもらうんですけど、まず先ほどもお話ししたように、僕自身ですね、マクドナルドで社員をしていて、で退職してで、自由な生活をしてるんですけど、まず先ほどお伝えした毎月海外旅行行けるような生活をしたい、それももう今叶えてるんですよ。去年2017年は海外で7回ぐらい行きました。
ちょっともう数もですね、数えてないんですけど、まず去年はアメリカに2回行きました。テキサスとセドナで、あとはアイスランド、韓国、ドバイで、あとどこ行きましたかね、シンガポール、香港とかですね、行ってきまして、で今年2018年、今現状ですね、8月ですけど、もう海外9回ぐらい行ってます。で香港がですね、何回か行きまして、あとはアイスランドで、この間アメリカ2週間行ってきたんですけど、ニューヨークとロサンゼルスですね。あとどこ行きましたかね、もうちょっと覚えてないんですけど、まあ、それぐらい海外毎月行ってます。でまた今年もまだあとすでにですね、他いくつか海外行くの決まってるんですけど、やはりそれだけの生活をしていけてるっていうのは、やはり今現状自分で言うのもあれかもしれないですけど、成功できてるのかなと思います。なのでその成功するための今までどういうふうな考え方で行動してきたかっていうのを、皆さんにですねお伝えして、こういうふうな生活をできる、時間お金健康に縛られない生活をできる人たちっていうのを少しでも増やしていければなと思い、このチャンネルを作らせていただきました。でこのチャンネルをですね通して、この20代だけでなくてですね、30代、40代、もしくは50代の方とか、年齢関係なく、何かしら参考にしていただければなとすごい思います。やはり僕自身ですね、時間、お金、健康に縛られない生活っていうのも手に入れたんですけど、そこでですね、ふと思ったのが、やはり僕一人だけじゃなく、同じように、同じ時間を過ごせる仲間っていうのをですね、増やしていきたいなって、すごい思ったんですね。だから自分一人で、高いものを食べたりとか、高い買い物をしたりとか、いろんなところ行っても、やはりあまり楽しめないというのを、実際自分で経験してきたので、同じように自分についてきてくれる人たち、もしくはこの動画を通してですね、僕のことを知って、同じように成功したいって、思ってくれた方たちにですね、このチャンネルを通して皆さんに考え方っていうのを共有して、少しでも近づいてもらえればなと思ってこの場に立っています。今日はですね、簡単に自己紹介と、あとはこのチャンネルの目的っていうのをお話しさせていただきましたので、これぐらいで終了とさせていただきます。ありがとうございます。